はいさい、ぐすうよ、ちゅう、がなべら。三振エヴァンジェリスト、まえちんこと、前田明、やいびーん。いえい。さあ、今日はですね、三振の音色比べを行いたいと思います。あなたの声質に合う音色がきっと見つかるかもよ。ということで、今日4種類の音色を、三振の音色をご用意しました。結構ですね、動画では伝わりにくいかもしれませんが、参考にはなると思います。実際の音色を聞いた方が一番いいんですが、まずは今日はですね、テストとして、4種類のヘルツが違う音色、三振のキーの高さは C、F、C という高さでですね、テストしてみたいと思います。どうぞ静かな部屋でその4種類の音色をまず聞き比べてみてください。その中で心地よい音色がありましたら、それがあなたの声質に近い音色になるかと思います。はい、それでは七味総理をどうぞ。いかがだったでしょうか。4種類のヘルツの違う三振の音色を聞いてもらいました。動画の方ではね、実際の音とですねの感覚はかなり違ってくるんですけども、参考になったかと思います。心地よい自分の音色が分かりますように、また、実際にその音色を自分で鳴らして確かめてみたいという方はですね、気軽に私のままで、でも構いませんので、気軽にやってくださいませ。はい、それではまた詳しいことはですね、ブログの方に、書いておりますので、そちらのをご覧いただいたら嬉しいです。YouTube の下の説明欄の方に、そのリンクを貼らせていただいておりますので、どうぞご覧ください。安心、また、やーさい。